伝道師的な役割もしていかなあかんっていうふうに思ってるんで、自分が今ロサンゼルスで見てるもんとか、まあその精神性っていう部分というか、最高峰のパーティーっていうものは白人、黒人、アジア人みんな集まるわけやから、違うジャンルをかけるっていうのが普通なんですよみたいな、新しいジャンル。みんなが知ってる曲をかけて、まあ、みんなでこう喜び合える瞬間が、まあ、DJ 冥利というか、 DJ やっててよかったと思える時間帯なんです。ハリウッド、ラスベガスとかではすごい、まあ、ポピュラーなジャンルレスなスタイルになってるわけなんですけど、まあ、日本ではまだまだジャンルに特化したパーティーのお客さん流れになってるのをいいように変えていけたらいいかなと、それをマジキラウンジで、まあ、紹介